2階に行けるようになったってことが、うん、なんか今誰かいなかった、気のせいか、エレンちゃん、当時の7歳が行方不明になっており、警察は、エレンちゃん、うえ、何今の、樽がある、何も入っていない、樽、アトリエかや。扉が開く音がしたっていうことは、ここが開いたってことかな。行ってみますか。あ、やっぱりここが開いたんだ。いいね。あ、2階に行けるようになったってことが、うん、なんか今誰かいなかった、気のせいか、槍を持った甲冑の置物がある、今にも動き出しそうだ、つうことは絶対動くフラグなんだよね、これ。ホラーゲームあるある、そう言ってるやつほど絶対動くっていうフラグですよね。なんだこの部屋、なんですかこの部屋は。進んでいきますよ、いいんですか。雲は目が悪い、色まではわからないだろう。色まではわからない、え、無色透明、樽がある、何も入っていない、樽、アトリエかや。これはクモの巣に蝶が引っかかっている。一旦取らないでセーブしに戻ろう。よし、じゃあ取りましょう。セーブ書いたのでここで死んでも大丈夫なはず。蝶を手に入れた。ピクピクと動いている蝶、弱っているがまだ生きている。絶対これでフラグ来るよ。クモに襲われるパターンだね、絶対これ。さあ来い、かかって来い。開かない、え、開かない、うわうん、分かってた、なんとなく。そうだろうと思ってたね。じゃあ、あの蝶を取る前に何かフラグ回収しないとダメってことだね。お、なんか、いっぱい本がありますよ。魔女の家1という本がある。魔女の家の扉は鍵では開かない。何かが鍵になっている。なるほど。魔女の家は魔女の力によって姿形を変える。お、すげえな、姿形を変えるんや。へえ。ああ、本の整理がうまくいかないや。何か縛るもの、ないかな。縛るものか、なんだろうな。古い新聞記事の切り抜きが挟まっている。バツガツバツ日バツバツ区にてバツバツさん宅が全焼、焼け跡からバツバツさんとその妻バツバツさんの遺体が発見された。遺体には刺し傷があり、何者かが2人を殺害後建物に火を放ったと見られている。また事件後、バツバツさんの一人娘であるエレンちゃん、当時7歳が行方不明になっており、警察は、エレンちゃん、うえ、何今の、怖いからやめてくんないから、そういうのさ。笑い話という本がある。昔ある金持ちの男が大きな宝物を手押し車で運んでいました。車は森の中で壊れていましたが、そこへ狩人と犬が通りかかりました。金持ちの男は狩人に手押し車を見張っていてくれるよう頼み、狩人はこれを承知しました。はっきり言わせてもらうと、見知らぬ男にそういう依頼しちゃいけないと思う。何しでかすかわからないからね。金持ちの男は代わりの車を呼びに行きました。その間カリードは宝物を見張っていました。やがて夜になり、カリードは家にいる老齢の母親のことが心配になりました。そこでカリードは犬に手押し車を見張るよう言いつけて、母の様子を見に家に帰りました。犬一匹置いちゃいけない、何しでかすかわからない。金持ちの男が戻ってくると、犬が手押し車をバンしていたので、金持ちの男は犬の主人への褒美として銀貨を犬に加えさせてやりました。犬は家まで走っていき、カリードに銀貨を渡しました。それを見たカリードは怒り狂いました。手押し車の番をさせていたのに、お前はあそこから銀貨を盗んだんだな。あ、そうだよな、犬が加えてって言うとそういう感じで捉えちゃうこともあるよな。カリードは犬を殺しました。では次の動画でお会いいたしましょう。お相手はルーダスでした。チャンネル登録、高評価、待ってます。Twitter や Instagram、LINE ブログもやっていますので、そちらのフォローもよろしくお願いいたします。せーの、バーレ。